今回は年内最後、2020年最後の、このガチャリドラカードを引いていこうと思う。いやー、なんかもうガチャリドラカードのさ、動画をさ、何回も動画出してきたけどさ、あっという間だったね。なんかもう、もう年内最後。狙うは、鎌足り一択。か、レンジロー。この辺、天まで使えるキャラが欲しい。まあ、ラック上げとして、まあ、ラックの高いキャラがポンポン出てきてもいいんだけど、まあ、一番欲しいのは鎌足りかな。うん。ということで、12枚、引いていこうと思うよ。あー、スピーカーだっけかな。スピーカーだよね。この属性のところもね、一応。誰だっけ？受け取りません。あ、持ってるんか。持ってるんか。一気に行こう。うわー、待って、これはちょっと。あ？あ、違う。これはね、持ってないわ、俺。今これ、持ってない。これ持ってなかった、俺。全赤、持ってないんだ。今これ一択っすね。これ一択だわ。今のところ。この辺。うわ、待って。うわ、ここで天まで使えるキャラ来ないで。ここら辺で天まで使えるキャラ来ないでよ。ああ、まあ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 。3枚、はい、一気に。はい。鎌足りが来ないと。ということで、12枚引いたんだけど、まあこういった感じ。発言をね、埋めたいんで、年内最後のガチャリドラカードは、まあ、こいつに決めようかなっていう。いやー、ラック高いやつ来なかったな。ラック高いやつちょっと来なかったな。まあ残念。うん。ということで、年内最後のガチャリドラカード。まあ、ガチャリドラカード、年内最後、回したんだけど、1年間このドラムス席ゲームズを見ていただきありがとうございましたということで、またね、お正月とかにも、まあ、ポンポンこう動画出していこうと思うんで、暇つぶし程度に見ていただけたらと思う。それでは良いお年をお迎えください。ごきげんよう。